エドワード・キッド・オリーは、ジャズのトロンボーン奏者で、バンドリーダーである。彼は、ルイジアナ州、ラプラース近くのウッドランドプランテーションに生まれた。オリーは、幼少の頃、自作の楽器で音楽の演奏を始め、ティーンまでには、ルイジアナ州、サウスイーストでちゃんとしたバンドを率いていた。彼は、家庭の決まりのため21歳の誕生日まで、 活動拠点としてラプレースに泊まったが21歳の誕生日を迎えると自分のバンドをルイジアナ州ニューオーリンズに移した。オリーは1910年代にニューオーリンズでとりわけ有名なバンドを持っていてニューオーリンズの偉大なジャズミュージシャンたちを数多く雇っていた。その中にはジョー、キング・オリバー、マット・キャリー、ルイ・アームストロング、それから クラリネット奏者のジョニー・ドッズとジミー・ヌーンらがいた。オリーは1919 19年にロサンゼルスに引っ越し、その頃、多くのニューオーリンズのミュージシャンたちがそうしていた1922年に、そこであるバンドと録音をした。そのバンドには、マット・キャリー、クラリネット奏者で、ピアニストのディンク、ジョンソン、コントラバス奏者のエド・ガーランドらがいた。ガーランドとキャリーは、 長年の仲間で、オリーが1940年代に復帰するまでの間も、なお、それでも、オリーと演奏しようという意志を持っていた。1925年に、オリーは、シカゴへ引っ越した。そこでは彼は、非常に活動的で、ルイ・アームストロング、ジェリー・ロール・モートン、キング・オリバー、ジョニー・ドッズ、その他体制の人々と仕事をし、録音をした。世界恐慌の中、 オリーは1933年に音楽から引退し、1943年まで再び演奏をしようとはしなかった。1944年から1961年頃まで彼はその時期とりわけ頂点を極めるニューオーリンズスタイルのバンドの一つを率いていた。マット・キャリー、エド・ガーランド、トランペット奏者のアルビン・アルコーンとテディ・バックナーも去ることながら クラリネット奏者のダーネル・ハワード、ジミー・ヌーン、アルバート・ニコラス、バーニー・ビガード、ジョージ・プロバート、ピアニストのバスター・ウィルソン、セドリ、ヘイ・ウッド、ドン・イ・ウェル、ドラマーのマイナー・ホールたちが、この時期、オリーの楽団員に混ざって演奏していた。オリーのバンドは、ニューオーリンズ・ジャズへの関心を復興させ、録音のみならず人気ラジオ番組それらの番組の中には、オーソン・ウェルズの オールマナックの放送や、スタンダードオイル提供のジャズの歴史シリーズもあった。マイナスを制作させる有力な影響力を持った。オリーは、マスクラット・ランブル、オリーズ・クレオ・オルトロンボーン、サボイ・ブルースの作曲者でもあった。オリーは1966年に音楽から引退し、晩年はハワイ州で過ごし、ホノルルで死去した。ありがとうございます。